山広のピカイチラジオ。さあ、ええー、またまた金曜日の夜がやってまいりました。皆さん、こんばんは。山広です。こんばんは。吉本新喜劇のすっちです。こんばんは。アナウンサーの古川恵子です。はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。早速ですけれども。はい。ええ、またまたお土産を。はい。ありがとうございます。は<あ>、ね、いや。もう全国ツアーのね。ね。はい。いろんなとこ行ってますので。博多の人っていうことは九州方面に行かれたわけ。です、ねはい、そうなんですよ。あのう、ー、鹿児島。 で、鹿児島やったんかな。鹿児島よね。もう忘れてんの。いえいえ、鹿児島に。鹿児島行きましたね。で、山口。もう一回本州戻って。戻ったん。で、小倉。小倉。あ、なるほど。はい。三箇所ですか。そうですね。行ってまいりました。いいでしょう。この時期は。また。そうですね。あの、過ごしやすいと言いますか。ね。はい。美味しいも美味し。いそうですね。 何食べたか忘れてるじゃんもう忘れてますね何かしら食べてますよなんで普通さそういうとこ行くと食べ物が一番の楽しみじゃないのはいまあそうなんですけど何食べたかな松浦と何か食べたよく出るね松浦君はがね仲いいです仲いいねあれ松浦やったそれも忘れたあれっと待ってくださいあれえ 松浦ですわそうよ松浦松浦鹿児島やったら天文館とかとかあの辺行ったんちゃうのにぎ、えー、やかな鹿児島や黒豚の黒豚美味しいな鹿児島の時松浦と行ったんかなあれえほぼほぼ覚えてないんちゃう <laughs> 小倉で松浦と一緒小倉はなおでんがうまいや,や屋台のおでんが 鹿児島の時はどうやったかなうう山口は山山口山口,山口のどこかにもよるで、ね、日本海側なんかな、まあね、あの下関とかやったら,ここぐらいし山口の日にもうそのまま小倉に入ったんかな、うん、あんた山口では食べてないんや泊まりじゃなかったんですよ、うん、でえっ、ー、とね、えー、鹿児島の時はなんか鳥、うん おー、薩摩紫鶏、を食べました。美味しかった。美味しかった。なんで覚えてる？そうや、それや。思い出した。それはあの社員の子と後輩と食べましたね。その時、そこ松浦いましたね。で、国分の時はあの結構みんなにパンパンと振られて。 ね松そんなも多いな。ほんで松浦くんも。松浦はだいたいね余ってるんですよ。なんでしょうね。なんでしょうねあんまり好かれないタイプなんですかね。はあ。もしかしたら。それでも振られたすっちもそうやでそれやそうか。あんま好かれてへんのかな。だから一緒に行くのじゃもうねあんまね小言言わんとことか思ってるんすからね。もうなんかついつい言うてまうんすよね。うん。それも座長やし先輩やしな。はい。 もう全然喋らへん後輩おって、<ー>もうなんかね、机の下でもスマホこうさってこうやってるから。それは休憩時間でしょ合間ですけどね、<ー>でも僕とかこうね、他の若手はと外出て行ってるけど。もうその子の方が一人ポツンとしてるか、何してんねん、って言ったら、<ー>スマホバーもう明かりついたんすよ<ー>。靴がちょっと汚れて、るな嘘つけお前って。<laughs> <ー>でも、そっからもう。 どん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 も喋らして、はい、もう取材ぐらい。もう<ー>いいじゃないですか、それは。うん でまあその子と行こうかなと思ってバン刺そうたらあの母さんに刺されてましてもうえわその子にさえフラれるしそうでそんな時も松浦はおるんですよ残っている結局じゃ松浦君はずっと一緒だったそうですねあのスッチコアンドシもしかしたら嫌われてるかもしれないですねみんなからそんなスッチがやってきてくれたこ博多の人えじゃじゃに袋開けてるんですね時間かけてますねしっかりとこう包装されてますいや行ってください ちょっと言っていい？があってたらまたなんか言われそうな気がして。いやいや言わないです。よいしょあいたなあ。いちご甘をいちごミルク味。はい。いろいろねあの九州その博多のねお土産ってあるんですけど。ありますね。 博多通りもんとかね。それ絶対開け肉やね。なんでこの放送がすごいの？やっぱり持ちするためにはちょっとね、しっかりめにね。もう破った。あ、開けました。はい。このはか通りもんってなんかギネスなんかなんかね、あの記録というか年間はい売り上げ的なのとか言われてたりとか。これも何？あの前みたいにあのスポンサーさんからなんか入ってたそのあのこれは前も前もねスポンサーに入ってあの出た商品ですけどそれも高タッチで。 ね。あの食われてましたよ楽屋ではねでもそれでも凍ってきましたよ改めて空港でねいい香りえい香りやこれいただきますいい香りもういちごいちごバウムクーヘンみたいなバウムクーヘンの生地の中にいちごが練り込んであってピンク色のバウムクーヘンの真ん中に白あん白あんやねんおいしい甘いいちごミルク味ミルクの味するやばくしゃみで全部出てまいそう 今今クサミしてほしいわ。全部バーンやるよ。もう俺はまあでも面白い方がええもん。マイクにこれが全部かかったらやましょう。またこれ仕事行こうふえんで。色のねバームクーヘンがね。美味しい美味しいです。これ後で皆さんで食べてください。ありがとうございます。もう一個あるやんはい。これあのファンの方にいただいたやつなんですけど、これは測った通りもんね。はいはい。はい。その。 お土産のそうそうそう一人で食べるのもなと思いましていいのそんな皆さんでと思いまねありがとうございますこれがギネスのあれですわへえギネス売り上げナンバーワンなんかそ年間なのかなんかっ言ってましたわあの大体ねふわっとしか見てないんですけどでもよく聞くもんねそういう博多通りもんっていうのはね博多通りもんをいて NGK の楽屋に「こうどうぞ皆さん食べてください」って男性楽屋で開けてたんですよ、はいうん、ほんなら昭恵姉さんがたまたまあの男性楽屋入ってきて「これ見るなり、うんうん、博多通りもん」って言ったんですよ「<laughs> 普通に言えんかい」<laughs> くねくねしながら <laughs>、まあ、好きなんでしょうねおい、ね、しいもん見つけたって感じで「あ博多通りもんやん」って食べるんじゃなくて「うん、博多通りもん」って言われたんですよそれは秋江姉さんは何を見せたかったんですど <laughs> 姉さんなんですかそれ普通に言えませんか?」と言うたんですけどパーキ姉さんいつまでたっても少女なのでやっぱりね美味しいもん見つけたらくねっとなるな品作ってそんなはがたとりも何か言うねん言ってるだけなんだあけへんがそれもうじゃ食べる気ないやみんなでれいやいやこれもまたでもねギネスということは美味しいんでしょうありがとうございますありがとうございます

黄色い。え卵の黄身なあれ。そうそう。え他に何の黄身ですか。いや僕自信なかったからさ。多分そうです。まろやかでね。優しい甘み。いっぱいありますよね全国。ありますね。昔はねなんかそんなに期待しなかったやんお土産とか言っても今はみんな美味しいね。ね外れないですね。外れないですね。 いってます。まだまだツアーも。まだツアーも。どこ行くの、次は。来週。今週はナンバーブランド花決なんですね。来週岡山やったかな。岡山二日連続。うった気がします。はい。ちょっと望み。今。今。大丈夫ですか。今。飲み込んで。何でも。岡山やったら白桃やね。そうですね。もうね。きびだんごとかね。きびだんごでもいいよ。 あ食べまのね今日スペシャルだからあんまり時間オープニングあれですけど番組の企画でね VP の小型船舶免許2級何が乗れるんでしたっけえっともうプレジャーボートは全部乗れますジェットスキーもあれいるんですか 難易度で言うと2級小型船の方が難しいって言われてますけど確かにそうですよねだってちょっとスキーウィンってやるより大きいですもんね。ねえっとまあなんやろう大概そんな沖は出られないですけどね、うん、あの太平洋とか<は>、うん、決められてる距離までけど何回りまで決められてるけど、はい、それ受かったらもう港から港とか島に行ったりとか。なら 船パーッと出して釣りそう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 ,そうすごそれをえー、っと今週の、えー、月曜日に受けてきました、はあ、はいとこれもまた俺先々週まで舞台やってたじゃないですか、うん、はいはいで一応資料ですってもらってたんですよはいこの月曜日受けるのに分、はい、かってみたら試験問題のなんかあのいわゆるあの過去問みたいな懐かしいな過去問過去問ねはいでまあ一般常識 なんでああよう考えたら、はい、あのいけるみたいなもんですわってスタッフから言われてて「はい、あそうかいない」っほな、まあ、とりあえず舞台終わってから、はい、あの広げてみようかと思って、うんうん、パパッと先生たちが見たらいやいや確かに一般常識的なこともあれば、うん、3つまあ言ったら大きな枠があって 2>,、うん、2つ目はあの交通に関するそのつまり、うん 安全性とか、うん、そういったことを定めたことは。そこからも出る。うん、で、最後が、これが運行について。実際に、操船したときに、うん、あの、頭に入れとかなあかんこととか。うん、で、エンジンって、すっちなこと詳しいけどさ。うん、エンジン関係のこととか、めっちゃ専門的やねん。うんエンジンのこともあるんですか。うん。へえ<ー>。まあ、当然、海に出たら。はい。 あの応急処置なんかはまあ自分ですなかんか,からどこが痛んでんねやろうっていうことぐらいはわからなく、うん、直すのは無理ですよ、はい、でもその見極めとかあるから用語とか覚えなあかんこととか<ー>であの海の上やから国際信号とか<ー>共通でしょうとかめっちゃ多いね盛りだくさんですよ、うん、ほんで1週間前から先週の木曜日やわ、はい、スタッフに「いやこれさ」って。 過去のこの薄っぺらいやつはそうやけど、はい、いや資料なんか聞いたり見たりしたらものすごい量あるんちゃうのって「うん、そうですよ」ってだから琵琶湖に受けないけどそこのあのホームページの,、はい、あのいわゆるパスワード、はい、あれは送ってるはずですけど」ってでそのパスワードから入っていったら、はい、問題集みたいなのがドカッとあって「はい、<laughs> えっとそれ言ってません?」とかって言われて。はあ 確かにマネージャーのところは行ってんねんけど妹さんも僕には言ってくれてるんやと思うけどそんなん舞台のことでいっぱいいっぱい時やんか先生の木曜日言われて「えそんなん分からへん」って「パスワード今からでも教えて」言ったら「あちょっと戻ってからやないと分からへん」って言うから「戻ってから教えて」ってそれももうもらっても今度それプリントアウトも全部できへんからほなもう送りますわ言う送られてきたのが土曜日の夕方やね。 土曜日の夜と日曜日丸1日だけやん月曜日もう試験、はい、もう冊しにしたらどうでしょうね2センチぐらいはあるぐらいの量あこれもうあんな先週の週末しんどい思いさん初めてほぼ貫徹2日間 2>、えー、で月曜日の朝は3時間ぐらい寝てから電車乗って、はいはい で行って、はい、午前中はっていうと実技もあるんで,<ー>で実技の講習からやるんで、はい、それを2時間あのきっちりやってくれるんやけど、えー、午後からの実技の試験の先生とは違う人が一応頭に入れてくれるんですけど、うん、それもあの例えば。 出向前の、えー、点検とか言っても、うん、ものすごい項目があって、うん、でこの10項目今教えた10項目のうちからもうあとランダムに2問ほ、うんで今度はそれ以外のこのカテゴリーから2問とか、うん、で出航する時に、えー、っと注意事項を見逃したら、うん、その先生が試験の時の先生は「何にも言わへん」うん「ただなニコニコはいでは次これやってください」って言いながら「減点減点」原点ってやっていくれ<ー>そう。 っていうことを2時間言われて「はい、山野さんあのー、そのパスワードのところのビデオっていうのあったでしょ?」って「見てませんの?」<laughs> って「見てない!」って<ー>これまた2時間必死に聞いて、はい、でご飯食べご飯ももう上のそれやそんな弁当。<ー>で <laughs> 学科やんとりあえず学科は50問出るんですけど、はい、そのうちの33問は受かるのとかなわけですよーはーはー60%ぐらいが。 でもうそれにかかりきりやったからそれ忘れたらあかんとまずはう通,通らんことにはね、はい、実技受かってもあかんから、はい、でやってでまあまあできたかなと思いながら次実技やん、はい、で実技もいよいよスタートして出港前の点検はいけてんけど出港する時に「はい、はい、じゃあ出港エンジン、えー、かけた時にやることをやってください」って言われて、はい、で本当は正解は「はい 後ろに行ってあのエンジンのスクリューがちゃんと回ってるかどうか見るでラジエーターの水がちゃんとこうギューッとションベンっていうらしいんだけど <laughs> あの、まあ、ションベンって覚えといたらいいらし <laughs>、はいそのラジエーターの水がちゃんと出てるかとかかと何箇所かあるるんんですよその水がちゃんと出てるっていうのを声に出して言ってなかったなと思って出航してしまって。<笑><笑> でも、まあ、多分、それだけやと思うんですよ、原点は。うん、でそれ以外、まあ、そのジグザグにこうスラロームで運転したりとか。あ,<ー>あるいは、着眼でこう機種につけるときに、角度を45度ぐらいの角度で入っていって、減速して。 ね、こう、まあ、前進入れたり後進入れたりしながらスピードを殺しながら船を平行に持って行ってドンってつけて、でロープを結んで、これロープもまた難しいね、いろんな見方がね、そうとかまあやって、まだわかんないです。あ結果がただそれが実技が終わった後、えー、じっ、えっとペーパーの方の学科の。 えー、回答は張り出してくれてるんですよ。はいはい、<laughs> だからあのいわゆる僕らの時の共通知識とかと一緒で、はいはい、で問題集に丸してたら四択なんでね。はい、自己採点でやったら五十、えー、問中四十一問できてた。だから学科は多分もうオッケーなんですね。はい 実技がまだわかんないですしょんべん忘れてますもんねしょんべん忘れてるからねいや、それはでも明らかにあ、これ忘れたっていうだけで他もなんかあるかもしれないですもんねそうなんですよだからそこで言ってくれないからあ、ここ減点ねとは言わないしよくあの自動車の免許だったら仮免の試験ではいもうアウトで教官が運転して帰りますとか言われてるんですよそんなのないんですよとりあえず最後までやるんですよで落ちてたら今度また実技受けにいかなあかんねんけど七月の上旬にそのコーナーで 無人島それだから小型船舶の免許が取れてなかったら、はあ、もうすぐ恥ずかしいわけよわ乗っていかなあかん <laughs> 取ってたら受かってたら、はあ、自分で操縦して、はあ、その和歌山県の無人島まで行けるんですけど来週の月曜日に発表です1週間後なんでね。 別にそれも6割ぐらい取れてたんですか完璧じゃなくても可能性はある完璧じゃなくてもいいんですが、はい、どこでどう減点特に安全確認に関するところが1個でも落ちてたらあそこは厳しい、えー、あの出港して止まるじゃないですか、はい、で後ろに更、まあ、進、はい、後ろに進むときに必ずもっぺん後ろに行ってスクリューに何か絡んでないかとか。うんはいはい で離岸って言ってその岸からもっぺん離してくださいって着岸してから離岸する時もそれ忘れがちなんだそうですそれは何とかやったと思うんやけどねうそういう細かい積み重ねなんですよ<ー>ちょっとドキドキしながらは<ぁ>週明けのカいろんなことしますね,ね<ー>でも楽しいと思えへんもし取ったらいかへんか一緒にあのプレジャーボードにさ乗って俺よう買わんけどレンタルかなんかで借りるから行こうや釣りとかしましたよスッチーさん 我々はね、まあそういうアクティブじゃないよね海の上で完全になんかこうライフジャケット的な大丈夫なんですか？えっとライフジャケットは装着しなきゃいけないんで、別にそれがあの運転者が僕でなくてもあのしなきゃいけません。で最近はね腰巻きみたいなやつもあるんです。うん、だからそんなにこう大層なライフジャケットじゃないし。 行こうよ。どこに行くって何をするか。え、ただ例えば関空沖合とか、ね、ちょとか和歌山とかあと瀬戸内海とか。ああいいですね。魚釣りましょうよ。魚釣りが上手な人がおらんとダメですけどね。まあそうですだからもう餌とか全部やってくれる人ね。まだかあ言って。そんなまでやんの。くれないうて。 氷あ,のつけん,あのこうやんのはつり上げるのはちょっとやりたいので最悪あのヒットしてから「変わって」って,ってなんやねんそうほんなキャンプと一緒であんまり乗り気じゃない、ね、そうですねいやまあなんやろな楽しいんでしょうけどね、うん、行ったら行ったで、うん、ただでも、あのー、やっぱちょっと安心感がないじゃないですか <laughs> まあ取り立てなんでね取り立てでしょう、はい 取り立てやけど今度もし取り立てで無人と僕が運転するってなったら一緒に行くのはギャロップの林やねあハゲ二人ハゲはええねんどうだっていやもうハゲ二人ですよハゲ二人やけどどう見たってあいつ絶対怖がると思うよ取ってすぐでしょ初めてでしょまあまあじゃゃ行かないのなんとなくテンションにくいよねだから途中ビビらしちゃったすよやばいあれどうしようあれどうやったっけみたいなこの前とちょっとまずいな <laughs> もうえは俺 <laughs> 一人で楽しもう <laughs> <laughs> 今日はスペシャルです,です、ね、あんまり長々と話したらあかんって言いながら長くなってしまいました <laughs>、ね、まだだいぶ知られた <laughs> <laughs> すみません怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております、はい、そして番組後半の名物コーナー山本社交クラブが今日はスペシャルでございますうん。 皆さんの恋の話をご紹介いたします、はいえー。今日はスペシャルということでドロッとしたメッセージをご紹介した方には「山広バッグ」うん「山広さんの直筆応援メッセージ入りクオ・カード」に加えて、はい、恋の軍資金5000円分もプレゼントすることになっております。はい、紹介した人全員という山本社交クラブではそうではそすか、はい そして「ピカイチ価値観調査これどうやねん」では皆さんがこれどうやねんと思うことに私たち3人はどう思うかお答えいたします、はい、メッセージをご紹介した方には山マさんのトートバッグを今週もプレゼントいたします<ん>メッセージの宛先はメールの方は山アットマーク m b s 1九7 9 c o m y a m a アットマーク m b s 1ド7 9 c o m ファックスは大阪06 六八零九の九零九零大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージをお待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンター。 モンスターアペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおわちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます神戸の名古屋五年さんが見つけたモンスターですはい。私の勤める工場には見学施設があります、うん、見学が終わるとアルコールのシーンがあり皆さん楽しく飲んで帰ってもらいます、うん 40代のある女性は月に3回見学に来ますここは見学施設なので頻繁に来場するのはお断り,りしますと伝えても偽名を使ったりして拉致が開きません <laughs> 見学の終わりに別室にお招きし事情を再三説明してもあんたら強活すんの本社に言うわ そんなんやったら家にあるあんたらの商品買い戻してやと言って帰られました <laughs> <ー>そして後日商品が本当に着払いで届きました社<え>内協議の結果元払いで返却しましたこの、うん、モンスターはいつも旦那さんと息子さんの三人で来ていましたはぁつらいなぁ <laughs> <っ>す,すごいですね企業の弱いところってそこやもんね

だって機嫌損ねたら大変やしな逆様ですからねいやでも頑張って割とはっきり言うとありますね毅然とねしゃっと言わなあかんとこは言わんとダメなんでしょうねうエスカレートしますかね最近本それこそモンスターって多いやんそう企業に対して言ってくる人ってでも動画過ぎたらほんまにそっちが悪なりますもんね でもそういう人って割とそのさじ加減分かってるのちゃう、うん、あよく何かのこのサービスで「この、えー、問い合わせの電話は品質向上と何とかのため録音させていただきます」とかだったりやんか、はい、あれってい客の方が、まあ、クレーマーが言い過ぎたら、はい、そっちの方が悪なるっていう証拠になるわけですよね。えー、それ言うときあ抑止力になるという。 はあ。おば、うん、あちゃんはでも、なかなか手上がいな。うんね、なんか別のところに使ったらや、ね、のこのエネルギーのね、うん、知恵を何かにね。うんはい、はあ。思春期のドキドキさんが見つけたモンスターです。はい、娘と本屋さんへ行きました。レジの横で、何やら母親が店員さんに大きな声で怒っていました。うん、気になったので、横で立ち読みするふりをして。 そのやり取りを聞きました母親が言っているのは息子が買ってきた週刊誌にエッチな記事が載っていたので店に怒鳴り込んできていたようです私たちが中学生の頃親に隠れて友達とドキドキワクワクしながらそういう雑誌をこそっと見た記憶があります、うん、たまたま親のタンスの引き出しから 女性自身の雑誌の付録が出てきて夜の生活や営みについて書かれていたのを覚えています、うん、そうやっていろんなことを覚えて大人になりました、うん、若い店員さんは後から店長さんに呼ばれてそんなことあったらすぐに俺を呼ばんかいと叱られてしょぼんとしていました <laughs> 一部始終見てるやんこれまあですね母親 そういう母親は子育てあんまり成功しないですよ。この息子はね結果隠れてねいますからねしかも縛りすぎるでしょ江戸市になったらある程度解放してあげんとねそうそうその週刊誌のエッチなページぐらいを見ていろいろ学んでねそれでみんな大きくなったもんね学んいくわけですからうん。 必要な過程で,、ね、ですよ。ね過程なんです。それが。うんはい、<laughs> あ、<laughs> あそうか、今日は、ね。そうか、オープニングすみません。<laughs> なかなかった。<laughs> あのモンスターハンターの投稿はまだね、はい、来週もずっと。来週もお待ちしております。よ紹介もできますんで、えー。どんどんお寄せくださいね。以上街中モンスターハンターでした。さあ、今日の一曲なんですけど。えー、っと、夕方の木村敦貴さんが。久しぶりの、あの、アルバムを。発、あの、発表して。で、しかもね、もう、意やったんですけど。 あのソロで、えー、のライブなんですけど2枚組なんですがソロででの、えー、アルバムってて初めてらしいんですよ<ー>これは意外でしたけど<ー>、まあ、昔懐かしい曲から、えー、いろんな思い出の曲まで2枚組で,でしかも三宅伸二さんとかいろんな人たちの、えー、が一緒にね 演奏してるんですがこれはあの有山淳二さんが、えー、木村さんと一緒に歌っております、えー、下北沢で収録されたものですね、えー、聞いてください木村敦樹さんで嫌になった山本社交クラブスペシャルさあスペシャルですよはい、はい、参りましょうか,かねまずはですね おうちに来てくれたリフォーム会社の人とほ他のイベントに行って車に乗って昔の彼女に似てると言われた途端に慌てて車を降りたとかいうエピソードをいくつか送ってきてくださっていた吉市よし子さん、はいはい、神戸のの方続報ですどうなったのリフォーム会社の方に恋をしてしまった主婦です。 LINE で連絡を取るようになり自分が止まらなくなったと以前お伝えしたんですが、うん、あれから LINE で相変わらず愚痴を言ったりたわいもないことを連絡し合ったりしておりますランチでもどうですかと言われていて先日ランチに行きました、うん、その後映画にも行き終わってから暗くなりかけた河川敷を2人で歩きました、うん、少し話があるのですがと言われ橋の下で座って話をすることにしました。うん 僕ラジオ聞いてるんですけど<ら>もしかして吉市佳子さんってあなたですかあと聞かれびっくりしました。わっちゃう,うつむいて黙っていると「<laughs> うん、もしあなたなら僕も同じ気持ちなんですが<え>あなたは結婚されているのでどうしようか迷っています」うん、と言われました。 私はラジオでご3人にご相談して LINE、うん、やランチだけにしといた方がいいと言ってくださっていたので、うん、お話し相手で続けていけたらなと思っていますと伝えました。うんうん、でも私はあなたに恋をしていますと言われましたうん、うん。でも私はあなたに恋はしていますと言いました。はい、言いました、はい、相手は気持ちが収まらないので、うん、キスだけしてもいいですかと言いました。うん、迷ったんですが この間ドラマでマスク越しにキスをする男女がいたのを思い出し、うん、<laughs> マスクししたた上からならなと答えました、うん、相手はびっくりしていましたが私がカバンから出した新品のマスクをして待っていると、うん、相手は唇を重ねてきました、うん、フレンチキスですが薄いマスクなので感触は感じましたし余計にドキドキしました。うんうん、その後二人で話し合い 恋はしているけれど友達としてこれからは会うことにしました、はあ、これ以上進展することはないと思いますので、うん、男の人は友達だけの関係でこれからも会ってくれるのかわかりませんが、うん、私は友達だけどドキドキしながら会うのが楽しみになりました、うん、今までご相談に乗ってくださりありがとうございました <laughs>、うん、何卒業するみたいな卒業ですその宣言じゃないですか、はあ 言われたんちゃいますもうあのラジオと関わんない我々結構言うたかもしれませんよそんなことばっかやっとんねそいつを言うて男の方。だから聞きながらだんだんこう確信に変わってきて言わんこと言うとんなでもしびれ切らして誘ったんや聞いてますぜとそうかもしれないですねでもやっぱり吉一よし子さんはその そこから一線を越えない方がやっぱりいいなって確信しましたね今のこの状態はよしよしですだってその局面でさえマスク越しなっていういやほんね素晴らしいこれねマスクしてなかったらググっといきますねでもうブレーキ効かんと思います男性の方よりも吉一イチヨさんの方が効かなくなりますからそうですねはい だそこでマスク越しならって言ってマスクして相手もまあそれに応じてそこで終えましたっていうんやったらもうこれはもうセーフですわ、うん、吉市佳子,子さんの中でも無理ですマスク取ることは、うん、ああそうったら逆に前も言ったかな、ね、偉えらいことになるんですよこ,こういう人、うん、まあまあでもマスクした状態でうん、うん まあちょっとやるぐらいっていうのは、まあ、ちょっと今回男性の方もまあ見直したかなというかやっぱりマスクを取る取らへんの工房、うん、普通やったらしますもん。 言うてだいぶこれ粘りますけど粘ります視点でマスク越しにということは聞いてるでしょうしね変に逆恨みされても困るんで一応男性の方もこれだからスッチーとか僕なんかやったら多分分分かったって言ってする時にマスクピッと下ろすとかもしくはこうしながらズリッとねズリねするよね多分最悪マスク噛みちぎるかね ハハハ まあその場合は唇気をつけて、それをせずにジェントルマンでしたね。ジェントルマンなんですよ。そうですね。意外とね。そうでした。そなんか我々その情報ねちょこちょこっと入ってくる情報だけで決めつけてましたけど。前ね。はい。で聞いてはるんですね。すごいな。あれってあなたですかってあるんですね。やっぱりリフォームのこととかいろいろここと細かにやっぱ本人聞いてたわかります。わ当事者ですから。そらそうですよ。車から降りたとかねありましたからね。そんなケース。ワシがな。い にないでしょあんまりでもこのパターンは初めてですねラジオ聞いてたっていうねあれ私ですかみたいないやああ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 あ 何それ自分に言い気が済みたいな言い方やめてマスク越しねはそんなこと思いつきましたねそうでしょなんかで見た言ってましたね何それほんま向いてないんですそうですねそこに分かってるところがねまあ一番ドキドキしてそのいい 一番恋の楽しい期間をずっと持続できるのであれば素晴らしいですよねただ男はちゃうよちょっとねいつまでマスク越しに中やねんっていうありますけどねだ、あ相手さんも聞いたはんねんからどう取るかですねそうですね。とりあえず五千円は お送りしましょうね。ご卒業おめでとうございます。五千もらいましたねって言われるでしょうね。そうそうどうしますそれ。二千五百円ください確かに権利はあるでしょってね。まあでもだから次お食事行くときにそれで二人でね。美味しいもん食べると良いランチでもね。見ていただければ。どうぞ。ありがとうございまありがとうございました。続いてはみやこさんです。 社交クラブを興味深く拝聴させていただいておりますがあそんな私にもとうとうお話しするような出来事がやってまいりましたのでお便りします私は40歳、はい、彼は5つ下の35歳、はい、A さんとします、はい、ひょんなことから SNS でやり取りするようになり住む場所も近く息統合一度会ってお話ししてみたいとなりました、うん、ですが私は夫と子供のある身ですし これまで異性と特別親しくしたこともなく、うん、このようなことが褒められることではないというのは重々承知、うん、でも夫の度重なる金銭トラブルや女性問題に心が疲弊していたところに A さんとの出会い、うん、心が揺らぎました度重なるか <laughs> <laughs> 夫とのことは何とか気持ちをやりくりして私は家族を守るとて守ることに徹すると決め、うん、離婚は絶対にしないと心に誓って で毎日過ごしておりますしうん、うん、そんな夫のことも心底嫌いにはなれず、うん、でも全く昔のような気持ちで接することもできずもやもやした日々を過ごしていました、うん、そんな私にとって A さんとのやり取りはとても癒されるものでした、うん、A さんはバツイチでお子さんはおらず日々の生活で女性との出会いもあまりなく私とのやり取りには同じように癒されていたようです、うん 会ってみようかなと急に言い出した私に心よく承諾してくれ私の希望通り人目につかない場所で少しお話しするということになりました <laughs> 待ち合わせ場所の公園にはお互い車で向かいましたが待ち合わせの時間が近づくにつれどうしようもない罪悪感で押しつぶされそうになり待ち合わせ場所に着いてからも車から降りるに降りられずそのことを彼に伝えると分かったからもう気にせず帰りなさいと 自分の気持ちの整理がつかずに訳が分からなくなり取り乱した私に「もう帰りなさい」と悟されたことでやっぱり一度直接会ってお話し,しようと思いしばらくの押し問答の後対面しました。うん 彼は5歳の年の差を感じさせない落ち着きのある風貌彼も私をとても40歳には見えないと驚いてくださり、うん、彼の物腰やわらかな振る舞いに緊張も少しずつ和らぎ夜の公園を散策しながらお話ししました。うん 私の容姿が好みのタイプのど真ん中だと彼はいいそのことにとても驚いて喜んでくれました、うん、その後ベンチに腰掛けおしゃべりをしあっという間に時間が過ぎて帰るべき時間がやってきました、うん、彼が私に好意を抱いてくれているのは彼の言動からも見て取れました、はい、誰かが私に明らかに好意を抱いてくれていることにとても喜びを感じ幸せな時間でした、うん おしゃべりの間強引に迫ることもなく、うん、終始ジェントルマンな彼にもうしく思い、うん、別れた後もメッセージのやり取りは続いております、うん、この先会う予定はまだありませんし彼が強引にことを進める様子もありません、うんうん、ただ私との日々のやり取りに癒しを感じ私を必要としてくれているこの今の状況がとても心地よく、うんはい、忘れていた感情をかみしめています、うん 今後私が会いたいといえば彼は飛んできてくれるような状況でどうするのかとても迷っています。わがままを申しますと一線は越えずでも友達以上の関係を保てればとても嬉しいと思うのですが独身でできればパートナーを見つけたいと思っている彼の人生の時間を無駄にしてしまうと思うと罪悪感でいっぱいです。<ー> <laughs> 彼にこんなやりとりをする相手は本当に私でいいのかと問いましたがこれでいいし むしろ「そんなことは言わないでくれ」と言ってくれて、うん、私にとってはとてもありがたい状況です。うん、これから私の気持ちがどう動くかどう行動するかは分かりませんが今後何か進展や変化があればまたお知らせします。ははははいはいはい、はいいやーもう 素晴らしいですね。もういですね。もうこの後のこと心配されてますけど、これはもう自然に身を任せましょう。だって心が満たされるってこういうことを言うんですよ。生身の人間ですから、本人も分かってますよね。既婚者だから褒められたことではない。確かにそうかもしれないです。よ人が傍から見たら、だけどそれはそれなりにいろいろとね理由があってそういう行動に出てるっていうことも分かるし。 いや、もういいんじゃないですか。ね。ええ。ちゃんと真面目ですよね。そうですね。その車から降りられなくなる。っていう。う 理性が働い働いたりって人間ってそんなもんですからね。そうですよ。全く行けませんか？だってさ、その心の中でブレーキをかける自分もおれば行きたいって言ってその抑制がね、こうまあバランスが取れたり取れなかったりするのもまたそうやし、いいと思いますよ。またこんな優しい男性にね出会えたんですね。みんな何かとちょこちょこやってるんですね。でもね、あのワイドショーとかでね、あの変なコメンテーターとかがね。 不倫は許せませんねとか,とか言って「うんうん、なあんなそれ人間やからすることっていうのはいろいろなんですよ、うん、だからこの,この方のように宮和子さんのように、うん、いやそう言ってしまう人もいれば、うん、踏みとどまる人もおってっていう、うん、そこにはいろんな状況があるってうもうう山本社交クラブの一番の、うん、なんか典型的なパターンやなうそうですね。ねうん これはまさに家に帰っても後ろめたくなくまたご主人やお子さんに優しくできるそうねすよかったよやっぱり隙間を埋めてくれたんだからもう一つ行きましょうよ。行きましょうかせっかくスペシャルですからね今度は若い方から頂いておりますよ23歳スッチ大好きさん女の子です。 大学1年生から5年付き合っていた彼氏に振られました。うん、LINE で連絡が来て「今働いているバーが忙しくて休みが全く取れなくて会えないし連絡もなかなか取れないから付き合っていても申し訳ない。将来自分のバーを持つという夢がありその夢の実現のため別れたい」と言われました。うん「仕事が忙しいのも理解していたし夢も応援していたのに」。 忙しいといいいととう理由でで別れれれることが受け入れられないでいます、うん、付き合って3年目の時も同じような理由で彼から別れを告げられその時は数日で復縁したことがあります、うん、私は5年間付き合っていたので結婚も考えていたのですが、うん、彼から電話で「夢のために俺は結婚しない」「もう好きじゃない」「そう言わなきゃいけない」 と別れ話の時に言われ胸が苦しくなり号泣しました、うん、それでも彼が好きで戻りたいですでも戻れてもまた振られるかもと思うと今は複雑な気持ちです私は高校が女子校で彼は初めての彼氏でした、うん、初めて会った時直感でビビッときて彼も気になってくれて付き合いました五年間を振り返ったり理想の男性を思い描くとやっぱり彼がいいと思ってしまいます、うん 今は一週間ほど連絡はしておらず、私から伝えたいことが言えていないので。ちゃんと会って話したいと伝えました。彼もちゃんと会いたいと連絡をくれて、来週会って話すことになっています。これからどうなるかわかりませんが、アドバイスをいただきたいです。うーんまあ、来週会うって言ってるからね。そこで、何らかの結論が出るんでしょうが。 初めてか付き合の彼氏大好きなんです大好きなんやなその気持ちは分かるなまあでもこの彼氏はきちっとちゃんと言うてますからねそうですね曖昧にして昧ではないように好きでもないって言ったんですねいやあのきついようですけどふにゃふにゃされるよりかはただまあこの彼氏が初めてというので そうそう、うん。ずーんと来たんでしょうけどう、はいうん、ある程度恋愛してる女性からしたらこっちの方がさっぱりしてません。そうですね。夢の実現のためだとか言われるといやちょっと待ってよってなりますけど、うん、まあ好きか嫌いか好きじゃないって言われるともう、うん、もう何やろうもうしょうがないですもんね。こればっかりはね。はい、その前のねその忙しいっていう理由がね。はい それだけはちょっと出ねんで、まあいろいろ重なってなんでしょうけど、好き好きじゃないがほんまに本心なのか、うんもうきちっと言った方が向こうも諦めてくれるかなっていうのがあって、だから好きじゃないっていうのが出たのかな、かもしれないし、そう言った方が諦めるかなと思ったのかな。だって別にわざわざ言わんでもいいことやん。あの好きじゃないのって聞いたんですかね。あかもしれませんね。 聞いたから。そう,かそう答えたのか。その方がまあはっきりはしてるんですけど。うん、どうしても。やっぱ別れたいですかね。だってさ。うん、忙しいから、会えないとか、付き合えないっていうのは。うん、これは全く理由にはなれないですよ。うん、ならないですよ。忙しくたって。全然会おうと思ったら、会えるはず。ですから。そ、それはちょっと。付き合えたってとかって。 なんぼ忙しくても五分でも会えたら会いますもんね、うんうん、そうですそうです今会えないからも結婚するとかいうのもありますしね,ね一緒に暮らそうみたいなね、うん、付き合い立てのようにはいかんとは思いますけど、うん、まあまあでも忙しいからっていうその理由は嫌やな、うんうん、で初めてじゃないでしょう、うん 前も一回切り出されてでもその時に戻った経験があるから戻れるかもって思ってしまいますけど、うん、まあ来週会って、はい、またやっぱりっていうことになるかもしれへんしまあ気持ちはやっぱり離れてってますよね向こうはね,ねは確実にそうですねだから初めてね付き合う人だけにこっちもあんまりもうそんなやめとけって無限に言いたくないからですけれど のの手の気持ちって何かで埋めれるもんなんなですかねどうでしょうねもうねもどうしようもないこともあるじゃないですか、はい、その好きになるのに理由がないんですから、はい、嫌いになる時もなんかそんな理由なくても,なんかも理屈じゃないですか、ねうん、理屈じゃないので、うん、いやどうしようもないから解決してくるのは時間じゃないですか、うん、もし別れたとしてもしばらくやっぱりすごい落ち込むな。な しょうがないですは傷つくし落ち込むけどります古川姉さんそれ言う時もう顔変わるからね必ず現れありますか。で私は結婚はやっぱりね何の迷いもなく何の障害もなくパッといくのがうまくいく結婚だと思うのでどっちかが後ろ向きとかいうのを無理やり結婚するのはあまりよろしくないと私は思います。 こういう経験もやっぱりしなさいとそうですこういう経験があると次の付き合いにそれが生かされますそして必ず出会いがありますねまだ分かるわけじゃないんですけどそれでもまあまあそう考えといた方がいいねそうですなんかそういうね向こうが背中向けてるのはま追っかけているとなかなか自分が幸せになれないと思うんですよねねされるのも出会いがまあもしなかった場合は古川さんの方にまで苦情いい苦情ですないやないか必ず言うたな そういう時はさ、割とあの、なんとか占いじゃないけど、明日があるかも。明日は分かんないよ。そうですよ。まあ、あの、心のね、揺れ動きとかは、すごく理解できるんですけどね。若いだけにね。そうですね。ここは。なんか、だかこの、この彼氏とこう、うまいこといかんようになったから。 あなたに会えたんですっていういい人が。ね。そうなんですよね。いるかもしれんし。そういうもんですよね。また。はそういうもんです。いや、さすがスペシャルですね。やっぱりいろんな世代の人からの。考えさせられる話など。なんかでも、ドロッというよりはどれもすごく。純粋という感じでしたね。気持ちがね。いいんじゃないですか。 今日は何よりもマスク越しでしたね、うん、マスク越しですねマスク越しの中がねよう我慢したなマスク、ね、<ー>そのマスクってのは常に持ってるもんなんかな新しいマスクを、まあ、一応あったんですよね、うん、よう思いついたねそれをね, <laughs> ね ええ、吉一良子さんはご卒業になられましたので、もう本当にたびたびありがとうございました。あと、宮子さんはぜひとも、あの、続報をまた。どうなるか。どういう心が動いていったのか。はい。ね、で、スッチ大好きさんも気になりますんで。また教えてください。ありますか。そうですね。以上、山本社交クラブスペシャルでした。ピカイチ価値観調査、これとやね。よいしょ。 参りましょう水田市のレモンシャーベットさんのドヤネンです、はい、レストランで料理の写真を撮る人よく見かけますよね皆さんは料理の写真を撮りますか私は撮りませんインスタもやってないしお店の人に気を使ってしまいます、うん、レストランで料理の写真 A 撮ることもある B 撮らないうん。<laughs> お悩んでますね 出しましょうか。せーの A。でまあ取ることもあるって一回取ったらもう A になるのかまあ基本でも B やな取らない取らない方なんですね。僕はもうあの常には取らないですよ。でもえっとこの店に行った時は取ろうとかそんな決めてます。あの料理だけを取るっていうのはもうほぼないです。えはいはい。 あ,あお店を料理がすごいわこれは取っとかなっていう時もその料理越しにこうみんなとか、はい、誰かっていうのはうんあ料理だけを取るわけじゃない。なんも無いですね本間。ほんま、んないかもないんかな。だから取ったことあるかな。んでも本末その数えるぐらいです。五回あるかないか。あなるほどじゃあまあー B ですね。はい、それはね 古川さん撮る結構んかそれ別にどこにあげるとか誰かに見せるじゃなくて自分があこんなん食べたって後で思いたいなと思ってお皿取って、はい、まあ家族にぐらいは今日ここでこんなん食べてまた行こうねみたいな,仲いいなそのために見せる<ー>見せたいから僕は定期的に例えば1年に1回とか、うん、何ヶ月に1回って定期的に行くところは取ります。うん、変化 変化もそうやしし楽みたいに<ー>あこの人今度はこんなん作ってきはったかってうん、うん、初めてじゃないから変えるじゃないですか,、うん、かそれを楽しんでるから、うん、そういうところは取るんですけど普段は取らない、うん、iPad 出さんとダメなんで<あ>ちょっと大変っていうのもありますし、ね、それや<ー>それや、うん、スマホ持ち まあもうちょっとだけ待ってくださいまだ使えるんでまだ全然ね苦じゃないんですよなのでもうちょっとだけだからその料理を撮りたいと思わないんでしょそうそうそう思うんやったらスマホ持ったらってねだって iPad を出してきてカメラでもいいですカメラでもねんで撮んやろっていう全然撮ってる人は悪いと思わないですけどね いやまあ、あのねあと何回ととかで計算すするんですよあと何十年生きるとしてご飯食べるのがそう昼ごはんは何回食べるんやとか、うんはい、夕ごはんで外食は何回やんねやろって考えるとあちょっと一一回1回大事にしよよううかなってこと思うんですようあほんでもっぺん見て楽しむってことえ見てあまた行こうとかって、ね、次はどんな楽しみせてくれるんねやろうと去年の春はこんな料理やったなっ、うんうん、今年の春はどうなんやろうとかいうん <laughs> <laughs> そういう自分だけの喜びですけ。そう,そうか、から例えば、僕が車取ったり、バイクをこう取りたくなるっていうのが、他の人にわからんって言われても。ええー、かっこええやんって言うのと一緒ですよね。ああ<ー>、そういうのは取りたいんですか。取、まあ、りたいです。うん、かっこええなとか。うん、え、うん、え、人の車とかでも取るわけ。え人の車勝手に取れないじゃないですか。まあね。うん。なので、まあ、例えば、そういう展示してる車とか。なるほどな。 それに近いんじゃない？だから料理を毎回撮る人、うん、そ,うそれとインスタとかで上げたりする人っていうのは、うん、そうそうそう。だから興味あるもんって立ち止まるじゃないですか。はいはいはい、うん。だから料理にはそこまでこうぐっと立ち止まらないというか、そのそうほぼほぼそこまでは、はい。だから写真だからほんまにお腹が空いたから食べるっていう、<laughs> っていう方なんですね。うんはいやそれ全然ねあれだし。はい だからキャンプとかボートとかそんなんもう全然興味かちょっと小走りでタッタッタッタとオープニングから傷ついてるからまたまた一生してくれへんねやっていうさですけどねまあ好き好きですよねこればっかりはもうもう一行きますぐ行きますよはいリックスステッカーちょうだいさんなどやねんです うどんにかけるのは七味ですか一味ですか A 七味 B 一味 C かけない A が七味…七味七七七味。七味七七一味ねはい七い七七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 七

という山本社交クラブスペシャルのスペシャルウィークでございましたまた来週からもね、はい、どんどん寄ていただきたい,い,うういすもちお待ちしておりますよ、はい、誰か海一緒に行かない <laughs> 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 はいどうもお疲れ様でした今日の「ピカイチラジオ」は山本社交クラブスペシャルということでお送りいたしました今までそういう時って結構本当にドロッとしたものが来ましたけど激しめのがねそうですね今日はまあおとなしかったですねしかったですも人間性がそれぞれにこう出ててすごく良かったですねドロドロ予備軍でもあるんですよ一歩行けば一歩行ったらもう たままりせんに分かんないですか展開次第でだから本当にこのスタートもう一線越えるか越えへんかのところでガーッと攻防があった人って越えた後もむちゃくちゃやと思いますあむちゃくちゃになる場合もありますしでもその攻防の時期がいいでしょうまあねやっぱりむちゃくちゃなんと思う見てられへんとだからね それはまあ自己責任の中でどうぞおやりくださいっていうことなんです、はい、そうですね都さんがどうなるかねん今のところはまあ自制心の方が強いけどう、えー、もうほんまほんまにこう正直に「ありがとうございます」はい、言ってくれて,てもうんとしクラブらしい東京で、ね、で,ですねそれはそうだよ」行こうや <laughs> ボート,ボートプレジャーボート、うん、俺借りるからわかりました行きましょう 船大丈夫船大丈丈夫夫、うん、あの船酔いですか、はい、まあでもそのゆっくりこうどっかでう釣りとかするってなるとちょっとわかんないですけどねああ天気のいい日で、うん、波も高くないよと、うん、であの外海太平洋とか日本海は多分波高いけど、うん、瀬戸内側とか、うん、大阪は万が一の時のこと考えて、うん、もうのこと考えて。 もうさうまい人うまい人上うまい人自ベテランねいや信じてないやんていうかまだ通ってないけどねそうに通るかどうかもわからんこんな人の船に乗れまっかそうですね若葉マーク免許取りり立ての人高速にますかってことかるかどうかわからへんねんけどな今度「セスナ乗れや」って言われたらどう思います